どうしてもこういったイベントってスポーツ化できないなって思ってしまう子たちやご家族がいらっしゃると思うんですけど、障害を持ちのアスリートの方が積極的に参加してくれて、我々と一緒にやることによって一緒じゃんって思われるところから入り口をね、すごく広げるものになるんじゃないかなと思って、これからの世の中の在り方、共生社会をこのインクルーシブフットボールを通して皆さんと一緒に実現できればなと思いますけども。みんなすごいんだけど。全ての人たちが置いてかれないような普及をするっていうことがやるべきことでもあるっていう、すごく同じ意思を持たれてる人たちが多分協力してくれたんじゃないかなと思うので、我々のサッカーがやっぱ何のためにあるのか、全国的にね、こういうやり方もあるんだっていう形になれることの一つになったんじゃないかなと思います。